中古車販売大手、ビッグモーターの店舗前の街路樹が枯れるなどした問題で警察はきょう、容疑者不詳のまま書類,書類送検しましたビッグモーターをめぐっては全国各地の店舗で周辺の街路樹が枯れるなどの問題が相次ぎ札幌市内でも札幌厚別店と札幌清田店の前で 市が管理する街路樹合わせて3本が枯れ、市が伐採していました去年10月、市は警察に被害届を提出しその後の警察の捜査で土から除草剤の成分が検出されていました警察によりますと、元従業員が除草剤の散布に関与したことを認めた一方街路樹が枯れたこととの因果関係までは特定できなかったということです 今回の書類送検で、捜査は終結する見通しです。